どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はザ・クルーでドライブやっていきたいと思います。使っていく車はこちら、ランボルギーニムルシエラーゴですね。さあやっていきましょう。このね、色がすごい好き、昔あれですね、ミニカーでトミカでなんだっけ、ムルシエラーゴのこの色だったかどうかわかんないんですけどね、あとたような気がします。いいっすよね。なかなかね、ランボルギーニの中でも人気な車種ですよね、ムルシエラゴ。発音がねちょっといまいちよく分かってません。ムルシエラゴなのかムルシエラゴっていう、なんかこう平べったく言うのか、ちょっとこう強調して言うのかみたいな部分よく分かってないですけど、まあその辺はどうでもいいので、とりあえず今回は、短いですが13キロ先サンタフェまで行きたいと思います。お、かっこいいガヤルドですね。いいですね。で、砂漠の中をずっとね走っていく感じになると思います。で、ゲーム音の方をちょっとですね、今回エンジンのサウンドちょっと大きくしてみたんですけども、聞きづらいところありましたら、コメント欄の方に書いていただけるとありがたいなというふうに思います。いいね。メーターはちょっとこれなんかちっちゃくてあんまり見やすくはないですけど、でも光ってていいですね。暗くないから見やすい、見やすいっちゃ見やすいか、見やすくなくはないな。車内はスーパーカーにしては結構落ち着いた感じというか、時代が結構古いですからね。アベンタドールなんかに比べると一世代前なのでね、性能はもちろんね、すごいランボルギーニらしい性能だと思います。サンタフェはよく行く場所ではあるんですけども、あまりドライブの目的地になることはないですよね。どちらかというと通過地点というか、サンタフェを中継してどっかに行くというドライブが多いかな。サンタフェに直接行くってことはあんまりないですね。ちょっと速度出してみましょうか。この辺はあんまりね交通量も多くないと思いますので、とはいえ道がなかなかぐにゃぐにゃしてるんで、そんなにねスピードは出せないかもしれない。こういうなんかいいですね。こういうなんか砂漠の中の岩山のこう間を登って下るみたいな道、飛ぶニードフォースピードのプロストリートだったかなにありましたよね、ああいうネバダ州のコース、ネバダ州じゃないかもしれないけど、なんか砂漠の方のコースですよね、ありましたよね、あったような気がします。プロストリート懐かしいな。そういえば自分があれですね、最初にムルシエラゴのムルシエラゴをゲームで使ったのが多分プロストリートかな。わかんないわかんない、違うかもしれない。なかなかね、ランボルギーニムルシエラゴいろいろ思い出深いというか、思い出深いわけではないですけど、いい車ですよね。かっこいい。やっぱフロントがねこれかっこいいっすよね。自分どちらかというとやっぱり SV の方が好きっちゃ好きなんですけども、このノーマルのタイプも結構ねかっこいいですもんね。やっぱムルシエラゴはスポイラーない方がねいいですね。ちょっと改造してスポイラーねつけてみたりも、他のゲームでしてみたんですけど、やっぱりない方がいいな。クルーだとまだ改造したことないからわかんないですけどね。このミラーの形もかっこいいですよね。なんか結構好きなんですよね。でエアインテークがねこう開くんですよね。これがすごい好きレベントも確かこうなりますよね。あれもムルシエラゴがベースですからね。こうなるのがかっこいいんですよ。これがまた自分はよくこれ猫耳って呼んでるんですけど、エアインテークがねこうせり出してくる、これが素晴らしいですよ。
なかなか速いですね。260。でね、マフラーもこれすごいかっこいいですよね。さっきからこれがかっこいいですよねしか言ってないですけど、かっこいいんですよ、マフラーも。何がかっこいいかって言われるとちょっと困るけど、具体的にはなんかここがこうかっこいいっていうわけではないですけど、なんかかっこいいですよね。危ないぞ。よそ見をしてるとね、すぐガードレールにするから、あんまりよそ見しない方がいいかもしれない。横からこう見た時のこのウェッジシェイプの感じすごい好きなんですよ。わかるかな、わかんねえだろうな多分。いや、わかるか。すごいかっこいいんですよこれ。ていうかサンタフェ近いっすね。もうあと 3. 何キロですね。近かったな。これって後方の視界はどんな感じ？割とでもあるか。後ろ結構見えますね。まあ普通の乗用車から比べると全然見えないですけど。三浦みたいに戦車のスリット並みに視界が狭いわけじゃないね。割と見えますね。でもランボルギーニはやっぱりね、シーザースドアなんで、ドア開けてバックするのがね、ランボルギーニらしいやり方といえばらしいですよな。ここね、なんか遺跡になってるんですけど、観光名所だったかな。まだ確かね、チェックつけてなかったような気がするんで、またそのうちやっていきましょう。夕方かな、朝かな、なんか太陽が綺麗ですね。朝かな、朝だな、多分。向こうが東なんで、多分朝です。もう着いちゃったね。なんか早いね。さあ、ということでサンタフェ到着いたしました。わお。いて。いて。ハンコンのペダルが滑った。 駅に止めましょう。多分ね、よそ見してた。駅に止めましょう。こっちの方に確か駅があるはずです。朝だからかな。すごい交通量少ないですね、なんか。ここが駅ですね。ということで、サンタフェの駅に到着ということで、今回はなんか早いですが、この辺で終わりたいと思います。以上、ライム TV のライムがお届けしました。チャンネル登録、高評価の方ぜひともよろしくお願いいたします。あとなんか言うことあったっけ。 まあいいや。はい、次回もお楽しみに。かっこいいな、やっぱ。かっこいい。かっこいい。ムルシエラゴすごい好きなんですよね。アベンタも好きだけど、ムルシエラゴも好きだよな。いいっすよね。